聞いてる。刺激させない。エリアじゃもうバスっていきます。バスでいきます。あ、ビフォー撮るの忘れた。マジか、どういう感じ？え、どういう感じで言ってんの？アホ大丈夫だって、みずほのアホ取ったよ。ほら、ここだよ、アホ。アホなんてねえんだよ。うるせえな。失礼。顔はある。あると思ってるから、ないときにショックなんだけど。最初からなかったら、なと思ってる。多分今も変わらずお孫さんだと思うけど、いや、あの時はもうちょっと長かったよ。え、これよりそうだね、そう自分と同じみたいな感じだったよ。写真見たら、いや、絶対リプライの方がいいんだけどな。私、はちゃってかね。Thank you.
あ、みさちゃん、そこさ、動画撮ってるから。あ、そうなんですか。そう、だから、あのぶつかると、ガラスじゃあ、みさちゃん、映っていいよ。いや、私、さっき映ってましたね。そっちにいたら。映ってるかな。これ、早送りですか。もう、もはやみさちゃんだけ映ってればいいね。早送り、あの、早いやつは。あ、そうか。これね、あれなんだ、その機能さ、はい、あの動画を撮った後に速くしたり遅くしたり、速度を変えて、へぇー、そう、もうダイエットワークもなんかやってて、うん、スマホを使いこなせてないゲーム、あーやってて、うん、ジャミンとかにてる、はい、あれがずっとスリットされてます。スリットされるのが楽しくなって。なんでそのなんか教えてくれたの？なんかいろいろスリップすごいんですよ。3,400円を3人で割り勘してポンってやってくれたの。へえ、じゃああれじゃん、薬剤のさ、そうなんグラム。それをやったんですよ。絶対使ったでしょ。15グラムの 3% はって聞いてみる。分かりません、分かりません、分かりません。15グラム、何がいけなかったのかが分かったんですよ。グラムを入れて計算しないんだと思って、あ、15の 3% はって言ったらポンって出てきます。3% ってあんま指定しないかって30% なんですか。すごいね、3パー。したら、なんか計算してますか。計算した数字を教えてくれました。じゃあ、これからあれだね。じゃあ、スムーズにやる。裏で、Hey Siri って言ってるときに。Hey Siri。あ、そう。へぇ、受ける。ずっとやったら、早く風呂入るって言われました。シリ、あ、びっくりした。シリ、シリ言われたらやばい。なんかそのアメトークのやつで、